はい、今日はですね、立ち入り禁止の島なんですけども、久米島町って読めばいいんですかね。こちらの方をね、見てみましょう。鳥島っていうらしいですね。沖縄県にあるんですけども、久米島町、あざ、鳥取というもんですかね。ここなんですが、地図を見ると、久米島町ってなってますよね。で、Google マップ見るとこうと。この島はですね、どうも射撃場になっていたらしくって、あまりにも激しい射撃の末に、島全体が削れてしまって、ほとんどなくなってしまうと。で、もう、島として浮かんでられるのももうあとわずかなんではないかなと言われてますね。で、レッカーウランダも使われてたみたいなんで、かなり激しい、本当にね、演習場だったのかなと思います。まあ、正確には、わからないんですよね。立ち入り禁止のとこですから。でも沖縄のとね、西の方にあるんですが、こういうところがねあるんですよね。やっぱり米軍基地がある関係なのかなと思いますね。演習場に使われてるっていうのは、沖縄って結構台湾近いですね。というところでね、分かってないことが多すぎるところなんですけども、今回はこの久米鳥島っていうものをね、紹介させていただきました。はい、本日ご紹介申し上げるのは志坂島っていうんですけどもね、瀬戸内海の沖合にある島でございます。ここは住友金属関係の所有の島、企業の島ですね。明治38年に、建設されたのかなっていうふうな、ちょっと乏しい記憶しかないんですけども、最盛期には5000人以上が住居してたようです。居住してたようです。そして昭和30年代でもう4000人ぐらいがいらっしゃったんじゃないかなと。そして昭和50年代に入って製錬所が閉鎖され、大半の島民が島を離れていったという歴史になりますよね。で、昭和50年代の中頃には亜鉛工場が建設されるんですけども、まあなかなかね、島で暮らすことが難しくなって、昭和63年以降住民はゼロとなったということでございます。島には住宅とかね、小中学校とか商店街とか神社とか病院などが今でも残っているようなんですが、巨大な煙突をはじめとした近代化遺産も残されているんですけども、まあ人はいないと、上陸も禁止されているということでございます。現在稼働している工場では50人ほどの方がね、通勤してらっしゃるようですけども、詳しくはすいません、私は分かりません。ただね、位置関係としてお知らせできるのはこういう風なところにあると。私の住んでるところが結構身近ですね。なるほど。まあ行くことはないでしょうけども、こういう島があるんだなということですね。今回はこんなところですか。はい、今回ご紹介申し上げるのはウニ島ですね。対馬島の北にある島なんですけども、ウニ島、ちょっと変わった読み方しますよね。写真見てみましょう。こんな感じです。韓国まで約40キロぐらいなんで、すごく韓国に近いですね。朝鮮戦争の地から1959年までは米軍の基地になっていたようです。で、現在ね、140人ほどが住んでらっしゃるみたいです。居住していない方っていうのもいるんですけども、この通ってる方ですね、なんか何かしらの仕事があるみたいですね。位置関係はこんな感じです。あ、本当にもう対馬の対馬島ですね。なるほど、いろんな島があるもんですね。はい、今回ご紹介するのはちょっと何というところかね、わからないんですけども、東京都のゴミの埋め立てによってできた島とでも表現しましょうかね。現在進行形で埋め立てが進んでいます。埋め立てが終わった部分は雑草が生えて原野のようになっていってるところなんですけども、地盤が安定するまで30年ほど放置するしかないみたいなんで、中央防波堤埋め立て処分場とでも言いましょうか。こちらの方はですね、埋め立てが完了したところと埋め立て中のところと、これから埋め立てるところと3カ所に分けられていて、まあ、橋でつながった別の島の外側処理場には一般人は残念ながら行けません。この写真でね、見ていただくだけになります。計画では今後50年以上はゴミを受け入れることができるそうなんですけども、このゴミをね、やっぱりなんかバイオの力で電気に変えたりとかはできないもんですかね。で、この島がどの区に属するのかってことは決まってなくって、江東区と大田区がどっちにするかってことをね、取り合ってるというか譲り合ってるのかどっちか分かりませんけども、決めるそうです。こんな場所もあるんですね。